続きまして、長澤五輝さんです。はい。岡本希役の長澤五輝です。今日は劇場に足を運んでいただいて、本当にありがとうございます。よろしくお願いします。<laughs> どうもありがとうございます。<laughs> 見渡す限り自然だし、夕日がもう落ちていくのをこんなに綺麗に見れる場所って、そうそうないよなと思って、じっくり夕日を見ることができました。 ししかももね長澤さん歌も歌われたりしましたね民謡を歌わせていただいてもともと歌うのは好きだったんですけどでも民謡は歌ったことがなくてで最初はもう肺活量が足りなくてで練習中にちょっと酸欠で倒れかけたりはしたんですけど <laughs> 屋根の上だったので絶対に倒れられないと思ってそこは頑張りました。しかもこうね でこう寝転がったりみたいなこともあったじゃないですか。はい、どんな気分でしたか。はい、気持ち良かったです。本当に気持ちよくて、もう田んぼの中に寝っ転がるなんてできないじゃないですか。なのでこう全身で田んぼを感じるというか、そういう経験ができて幸せだなと思っています。本当に素敵な絵でございました。ありがとうございます。<laughs>